ター選手が入場してまいります。まずデビル正美であります。今日のセミファイナルでありますが、大型選手同士の対決であります。デビル正美と大森ゆかり、一足早く今デビル正美青コーナーから登場です。最近はこういった着物風のガウンをまとっておりますデビル正美。何かこういった姿を見てますと着物もなんとなく似合いそうなデビル正美であります。さあ音楽が変わりました。 3AA タッグチャンピオン大森ゆかり選手であります。夏に燃える大森ゆかり、どうして北海道出身の大森が夏に強いのか、このあたりを聞いてみますと、北海道の人たちは短い夏を燃焼し尽くす、そういった気持ちで送るそうであります。したがって夏にはいつも以上にファイトを出すと言っております。大森ゆかりです。セミファイナルシングルマッチ先分一本勝負を行います。赤コーナー水谷へ、水谷チャンピオン160パンド大森ゆかり。 3AA 世界タッグチャンピオンの大森ゆかり、今日はシングル戦であります。若いテクニックご注目ください。チャンピオン150パンドデビル正美。デビル軍団を解散して一人旅、我が道を行くデビル正美。レフリーミスターカグ。さてこのシングル30分一本勝負も宮本さん、大森デビルということで、なかなか迫力十分の試合が期待できそうですね。そうですね、はい、両方とも体が大きいですからね、大森ゆかり、そしてデビル正美選手、今試合前の注意をミスターカクから受けているところであります。さあこれから試合が始まります。満員の熊谷市民体育館。さあ今ゴングが鳴りました。いきなりおっとパンチ攻撃であります。お互いにパンチの応酬になりました。さあ大型選手のパンチの応酬だ。何かボクシングを見ているような試合になった。大森ゆかりが先制だ。まず大森ゆかりが先手を取ります。ロープに振ってどうするか。あ、上から行きました。ボディアタックに行っておりますのが大森ゆかりであります。さあ今度はデビルが反撃。デビル、あっとステップオーバーするか。早くもデビルの反撃、足を固めた。あっと弓矢固めに行きました。なかなか迫力があります。今日の30分一本勝負、清さん、はい、デビル正美選手、ねえ、ね、昔この人は悪役、今そうなんですよ。今はね、一応そのデビル軍団を解散しましてね、はい、もう一人になっちゃったんですね。ですからもう子分一切なし、私はもう私の道を行くと。一匹狼ですか。一匹狼なんですよ。すごいですね、体つきがさっきと全然違いますね。はいはい、まあかつては悪の限りを尽くしてましてね、本当にリング上に登場するだけでね、何かヤジが飛んできたんですけども、最近はですね、ヤジの代わりにテープが飛んでるよね。ファンが増えてきました。はい。一方、大森ゆかり選手、これまた怪力では決してデビルに手を取りません。いかにも力がありそうと、そういった感じの大森ゆかり選手でやります。さあ、汗っかきの選手とかね、ほとんど夏場でも汗をかかないとかいろいろいるんですけども、やはり十分に鍛え込んでいる選手たちであります、まあ、顔にちょっと汗が出たりしますけども、まだ背中の甲にはですね、ほとんど光る程度でありまして汗は流れておりません。館内はね、もう優に30度を超えようかという暑さであります。デビルと大森ゆかり、力の入った一戦が展開されております。今日はなかなかこういった力技がね、たくさん見られますね。そうですね、この2人ですからね、はい、さあ、買い上げた強烈なボディスラムディがあります。何かまっすぐ上に買い上げました。今の強烈なボディスラム、お客様の拍手を要請いたしました。デビル正美素敵であります。さあ、もう一発いった、叩きつけました。カウントが入る。いやー、清さん、はい、今ちょうど放送席の前だったんですけども、迫力ありますでしょう。すごいですよね、見てて力入りますね。はい、強烈なブレンバスターが2発炸裂しております。体重も相当あるんでしょうね、これぐらいになるとね。大変ですよ、70キロ台じゃありませんか。
ね、そうですね、僕より重いですからね、77、78ぐらい、はい、よいしょ、とにかく150キロぐらいがね、お互いにぶつかり合っているわけであります。さあ今度は逆を取りました。あ、大森の何かの応援団がね、相当詰めかけているようであります。放送席の右横、さあロープに飛ばしました。大森どうするか。あの技はですね、受ける方のあのデビルとしてはやはり一応内臓打つわけですか。そうです、あの受け身は取ってるんですけどね、やはりあの自分の全体重がドーンとかかりますからね、かなりやっぱりあのダメージでしょうね。なるほどね、ちょうどあのボディスラムをやられてる逆になるんですよね。あ、そうですか。宮原さんね、はい、まあ大型選手同士の本当に迫力十分の対決になってるんですけども、すごいですね。宮原さんはあの例えば女子のプロレスの試合としてはどういったタイプのあの試合というのが好きなんですか。素早い動きの空中殺法なんかたくさん入ったジャガー横田みたいな試合がいいんですか、それともこういったあの動きは少なくてもこう力が入るというか、こういった試合の方が見てて楽しいんですか、いかがですか。そうですね、もう勝手な好みとしては、ええ、やっぱりあの動きの速いとか、ね、いいかなと思いますけど、ね、でもいやこういう試合見ててもやっぱりすごいなと思いますよ。これはこれ何にまた力入りますね、これ見てると疲れますね。疲れます。そうです、自分で力ぐーっと入っちゃいますね。実況中継してますとね、本当に肩が取れます、終わった後 ね、 そうですね、はい、ほとんど派手な動きはありません。まああのブレンバスター2発デビル正美が出しましたが、その後はこうしたですね、本当に力比べであります。しかしまた大森ゆかり接っ込んでます、まあ、目に見えない細かいところでやはり有効な攻撃がねあるわけです。さあデビルどうなんですか、こういったあのグランドの攻防ではやはりデビルの方がちょっと一枚ぐらい上手なんですか。そうでしょうね、あのグランドの方ではやっぱり一応ペース取ってるんじゃないですか。そうでしょうね、はい、ですから、まあ、あのデビルをやっつけるためには大森としては何かあの力技でも大技で、そうですね、やはり仕留めなくちゃいけませんか。盛んにこういったねデビル正美選手のね叩きつけるような技が今日は出ております。リング上です。まあ、大森もあのパワーありますからね、まあ、今はデビルの方の貫禄にちょっと押されている、はいはい、様子見られますかね。どちらかというとデビルペースですよね、はい、まだなんとなくデビルポエスで試合が進められておりました。またエプロンに持っていく、あーっとまた鉄柱攻撃、今度は避けた、足を飛ばした、あーっと逆にデビルが今あー反撃を食って、さあ決めようと思ったんですけども、これはかわされました。なるほど、こういったのがあの大森ゆかりとしては狙い目だったわけですね。そうですね、今、はい、あの非常にいい狙いだったんですけどね。いい狙いだったですね、今あのフライングボディアタックを食っていればちょっとデビル正美こたえたでしょう。あっとまたどうか、あーこれはフロントバスターだったんですけども、うまく避けた。さあ今度は大森の反撃であります。抱え上げております大森、どうするか、ロープにかけるか、あるいは2段ロープに上がってそのまま後ろに持っていきますかね。はい、さあこれは重いですからね、どうか、このままいった、これは効いた、これは強烈であります。大森行く、ホールの体勢、カウントが2まで入る。デビルが懸命にぶりってこらえました、まあ、地味なグラウンドの攻防からようやく迫力満点の攻防に移ってまいりました。こうじゃなくちゃいけません、今度はデビルが行く、後ろを取った、バックを取った、バックドロップ、いった、お返しであります。デビル正美強烈なバックドロップ入っています、カウントが入った、2です、2です。いや力が入ります。デビル正美、大森ゆかり、大きな息をつきましたデビル。さあ今度はどうか、パイロドライバーか、パイロドライバーか、危ないぞ、パイロドライバーに1回いった、パイロドライバー炸裂しました大森、これは大ピンチになった、カウントが2、あーっと3つ入った、デビル正美必殺パイロドライバーやりました。いやー、それにいたしましても本当にすごかった、力と力、見事に立つのをできました。大森ゆかり、デビル正美、最後は大森、デビル正美の必殺パイロドライバーに敗れました。顔を折っております、貫禄を見せましたね、久々に。そうですね、まあ、あの大森選手もですね、はい、二段ロープからのブロックバスターね、一番切り札にしてる技を見せたんですけどね、はいはい、出したんですけどね、はい、あそこで抑えられなかったのがやはりあの敗因でしょうね。あ、そうですか、はい、いやそれにいたしましてもデビルと大森
本当に力の管理よくかかりました。今デビルマサミが大森の健闘をねぎらっております。